アメリカ軍の M24 スピーサンプラー、長門湾施設から、天満飛行場へ、陸での輸送に、デニー知事がまたまた、猛抗議しているという情報をキャッチしました。オスプレイを、普天間まで、陸送が筋だとの見解ですが、現在の日本は、中戦時だと私は、感じています。中国、ロシア、北朝鮮の脅威は、日に日に増していますよね。ロシアがポンコツ化していますよね。今年2022年6月に再選を果たしていた玉城デニー知事、沖縄県知事が11月9日に在日アメリカ軍の海兵隊の MV-22 オスプレイの飛行の件をめぐってコメントを発し、あくまでこうした行いに対して抗議する姿勢を改めて強調した。この件は11月6日にアメリカ軍の那覇港湾施設に貨物船によって搬入された海兵隊の MV-22 オスプレイ3機が陸揚げから3日の整備期間を置いた後、9日に三男でもそこからの離陸を観光、普天間飛行場へと移動したとされるものだ。玉城デニー沖縄県知事がこの件を問題だと捉えているのは、在日アメリカ軍の施設といえども那覇港湾施設から航空機の離陸を行う行為は、いわゆる 5.15 メモに定められた日米での合意内容に反するという判断に基づいている。その解釈によって、玉城デニー沖縄県知事は、那覇港湾施設に陸揚げされた海兵隊の MV-22 オスプレイ3機は、その後も陸上輸送によって運ばれるのが正しいはずだと主張しており、その内容をめぐって、在日アメリカ軍や日本政府と争う構えである。在日アメリカ軍では、今回の MV-22 オスプレイの那覇港湾施設からの飛行について、そうした行為は、日本国との政治的な協定に則った標準的な行いであるとの認識を示しており、何ら問題となるものではないと考えていることが伺える。また、日本国としての認識も、浜田防衛大臣が示したように、在日アメリカ軍の航空機が、那覇港湾施設から離陸を行うことに対して、これを問題と捉えてはいない状態であり、また、しても、沖縄の在日アメリカ軍関連の反対派と賛成派の対立という図式になっている。こうした沖縄におけるアメリカ軍関連の反対派と賛成派の対立という図式は、今更、言うまでもなく幾度となく、散々繰り返されてきた構図であり、問題そのものよりも、どのように、政治的に、それを自制力側に利用するのかという観点が否めない。ただし、玉城デニー沖縄県知事が、今年2022年に、有権者の支持を得て、再選を果たしたこと、在日アメリカ軍基地の問題を訴え続ける勢力が、沖縄で、一定規模以上の数が存在していることは事実であり、単から無視することも問題ではあろう。ただ、個人的には、今回の在日アメリカ軍の海兵隊の MV-22 オスプレイ3機が、那覇港湾施設から離陸を行ったことを伝えた、沖縄の地元のマスメディアの記事は、あからさまに、無条件で、玉城デニー知事沖縄県知事を支援するものばかりにも感じられなかった。その一部の記事の筆致には、こうした問題を、冷静に、かつ客観的に報じようとしているようなニュアンスも感じられ、在日アメリカ軍の基地問題ありきで語られそうなテーマを、単なる反対派の主張とくくらせないための工夫も施されているのかもしれない。今回の件について、玉城デニー沖縄県知事が、自身の主張の拠り所としている、いわゆる 5.15 メモとは、昭和47年5月15日に、日本とアメリカの両国が、日米地位協定第2条に基づき合意したもので、その日付から、その名称で呼ばれているものとなっている。
このいわゆる 5.15 メモは、長らくの間、日本とアメリカの両国の防衛上の機密事項として、一般には内容が伏せられていたが、沖縄県が開示の要求を続けた結果、平成9年3月に、その全文がようやく公表され、白日の下にさらされたという経緯を持つ。開示された、いわゆる 5.15 メモの内容は、大きく、4つの区分に分けることができるが、それらは、陸上施設について、水上の訓練区域について、空中の訓練区域について、陸上施設の日米での共同使用について、という構成となっている。結果的に見れば、これらいわゆる 5.15 メモの内容は、確かに、平成9年3月に、その全文が開示されたとはいえ、そこに記載された文章をいかに解釈するのかによって、今回のような MV-22 オスプレイ3機が、那覇港湾施設から離陸したことが、合意の範疇か否かの判断は変わってくる。こうした状況は、日本で言うならば、もっと大きな問題としては、憲法9条をいかに捉えるかによって、自衛隊の存在そのものが、違憲に当たるのかというようなものと類似しているとも感じられ、政治的な立場によって、判断が異なることは、避けられないだろう。また、玉城デニー沖縄県知事が、MV-22 オスプレイについて、これを問題視する姿勢を見せたのも、これが初めてではなく、今年2022年6月には、同機が、逆に、那覇港湾施設へと着陸を敢行した際にも、その行為を糾弾するコメントを出している。この時の MV-22 オスプレイは、今回と逆に、沖縄の在日アメリカ軍基地から、那覇港湾施設へと飛来し、着陸、そこで貨物船に積み込まれて、アメリカ本土へと開港されたものとみられ、こうした入れ替えは、今後も継続して行われることは、想像に難くない。玉城デニー沖縄県知事は、この時から、那覇港湾施設は、人口の多い市街地にあることに加え、多数の民間航空機が、出入りをする那覇空港と隣接するという、立地の条件を挙げて、その危険性を追求する立場を鮮明に打ち出していた。もっと遡れば、2021年11月や2022年2月にも、在日アメリカ軍の MV-22 オスプレイは、那覇港湾施設への離着陸を実施しており、その時点から、反対派は、今後、同様の行為が行われることがないようにと、そうした動きを牽制する言動を常に見せていた。ただし、こうした那覇港湾施設への MV-22 オスプレイの離着陸をめぐる抗議の流れを見ていると、同機は過去複数の墜落事故を発生させている危険な欠陥機であり、日本への配備に断固反対するとして、運動が行われていた過去の経緯をどうしても思い出す。MV-22 オスプレイの配備に反対する運動は、2012年9月に、沖縄の宜野湾市において始まったと召されており、以後、神奈川の在日アメリカ軍の横田基地など、同機の配備先となる地域での抗議デモが、矢継ぎ早に行われ、当時は、多くのマスメディアでも、頻繁に取り上げられていた。こうした MV-22 オスプレイの配備に反対する運動が、日本で全国的な広まりを見せた背景には、同機が持つ独特なティルトローター式の機構の採用による垂直離着陸が可能という性能と、それに伴う事故が多いというレッテル貼りが功を奏したと思われる。確かに、MV-22 オスプレイで少なからぬ墜落事故が発生した事実はあるが、アメリカ軍が保有、運用している機体として見た場合、同機のみが飛び抜けた、事故率や墜落を起こしたと言えるレベルではなく、むしろ平均を下回る数値が確認されている。MV-22 オスプレイは、ティルトローター式の機構によって、回転翼機と同様に、垂直離着陸が可能でありつつ、
それらと比較しても、速度において2倍以上、航続距離において5倍以上、無物資や人員の積載量も倍以上という性能を併せ持っている。そのため、アメリカでは大統領の周囲のスタッフの移動用の機体にも、その高性能と汎用性から MV-22 オスプレイは使用されており、イワンや軍においては中型輸送機として確固たる存在となっていることはよく知られている機体である。その祖も、そうした行為が正しいか否かの議論は別として、世界中に軍を展開することを想定しているアメリカ軍が明らかな欠陥品などを自軍の装備として対採用することなど前提としてもあり得ないことなど、その効率を少し考えれば明らかだろう。ちなみに、日本では陸上自衛隊が V-22 オスプレイとして調達を行っており、2020年7月から最初の機体が千葉県の木更津駐屯地から配備され、2021年度末までに9機を保有しており、予算上からは17機分の調達がすでに決定されている。